ただいまより2回戦第7試合天内流柔術天内雄太新進会空手オロチドッポ戦を行います。始め、もうちょいだったのによ。おめえさんの背中見ちまったら嬉しくって嬉しくってな。つい気配を殺すこと忘れちまったよ。素晴らしい。あなたはやはり本物だ。昔や、小僧。もし神というものがこの世にいるのなら、今宵オロチドッポという極めつけのもののふと引き合わせてくれた幸運を心から感謝したい。大げさなんだぜ、おめえはよ。天内のノーモーションジャンプ。前歯の構え。回し受け。敵の防御。なんと天内雄、空中殺法がまるで通じない。バカ野郎、こちとら空手だ、五体全てが狂気だってこと忘れたかい。これはオロチの猛攻に天内なすすべがない。なんで来るしか。なんと今度は人と言われし空中殺法を切り返した。おめえさんほどの滞空時間はねえが、飛び蹴りは天内流の先輩特許というわけじゃねえやな。再びジャンプしようとした天内にそうはさせずと、オロチがローキックをヒット。さらに右足を完全破壊か。恐るべしオロチドッポ。私が飛び技しか能のないカトンボだとでも思いましたか。空中殺法専門と言われていた天内雄、兄はからず空手がオロチドッポを寝技に引きずり込んだのです。オロチ先生、私のこの異様に長い手足が何のためにあるのか教えましょう。なんと裏返った。これは苦しい。オロチドッポ、この方では空手技は一切使えない。肘打ちがヒット。これは強烈だ。オロチドッポ防御が全くできず、ヒットヒット。有効なる者が他者の要求を察し、他者の欲求する行動を選択し実行することだとするなら、逃走とはその逆。敵の嫌う行動を察し、届くかよ普通。敵の嫌う行動を選択しそれを実行する。オロチ先生、どうか賢明なる選択を、幸福を認めてください。誰とやっても負ける要素が見つからねえ。オロチ流が感心したんだ。オロチ先生、どうか賢明なる選択を。この体勢から使用できる空手技は絶無、幸福を認めてください。感心したんだよ。
オロチ先生、降伏を。オロチリュウ。何事だ。アマナイが鉄壁の固め技を自ら解いた。ウラプラバキ、ウラプラバキ。何事だ。アマナイが鉄壁の固め技を自ら解いた。アンちゃん、空手をなめんね。爪だ。恐るべし人食いオロチ、手足を動かすことすら困難なあの体勢からなんと生爪をむしり取る荒技。なあ徳川のじっちゃんよ、この地下闘技場のキャッチフレーズは武器の使用以外一切を認めるだったな。悪いが金を破るぜ。お武器を使うって言ってんだよ。なんじゃと。面白いことになってきたな。スポーツ空手と武道空手の違い、空手本来の怖さを見られる。両者再び向き合った。いや、歩行拳だ。親指と人差し指の付け根で遠藤と呼ばれる鼻と眉毛の間を強打。通瞬だが視力と思考力が失われ、次の攻撃をまともに受けることになる。即宣言。鍛え抜いたつま先で腹を貫いて。ドッポのつま先の威力は刃物と同じ。すなわち蹴られた場所はどこであろうと全て急所と化す。風魔殺だ。顎が外されたな。さあどうするね、あんちゃん。オロチリ、まさに実戦空手術の究極なる完成形。なぜだ。どうしてあなたが勝つ姿が思い浮かばない。芸のねえ野郎だ。次は手首。手首と足首から先の作りと使用法が武道空手とスポーツ空手とは一線を画す。突破返し、頭蓋骨の縫合が外された。終わりだな。すまなかったな、アンちゃん。大人げなく必殺しちまってよ。勝負は。いい汗かいた、タオルくんな。なんて吊らしてんだ、タオルだよ。おやじ。あ？まだ終わっちゃいねえ。あまない復活。何のダメージも感じられない身のこなしだ。はい、もうやめとき。そこまでやる試合じゃねえ。頭割って血流してまでやる戦いじゃねえんだよ。死ぬぜ、本当に。中途半端な。全部読んでたっていうのか。
あなたがとどめを躊躇した時から全てを読んでいた。折った、折りました。天内がオロチの左膝を折った。先ほどのあなたの言葉をお返しします。こうなってしまってはもはやこの試合続ける意味もない。何の意味がねえんだ。おめえがもたもたしてっからよ、かっこよくカウンターするタイミング逃がしちまったじゃねえか。間違いない、膝は完全に破壊されている。さあ来い、続きだ。どうしたい。できません。試合放棄かい。認めてください、この勝負は私の勝ちです。空手術のどんな技も膝のバネをなくしては成り立たない。それを知らぬあなたではないはずだ。だからいい、こんな子供でも大の男に喧嘩で勝ちうる、これがそもそもの空手術だ。おめえさん程度ならこれくらいのハンデがあってちょうどいいんだよ。バカな、私の戦力は十分知っているのに。何のことだ。徳川さん、私の勝利を認めてください。五郎公、この戦いはもう意味を持たない。これ以上何を見たいのですか。かつての古代ローマのように格闘士を死ぬまで戦わせたあの時代を再現したいのですか。あなたにはそこまでの権利が終わりですか。観客の皆さん、認めてください。これ以上戦ってはオロチ先生が死んでしまいます。もし私に戦えというのなら。はい。敵に勝ちを哀願するとなんという軟弱。流星、流しろ。すぐに出ていくんだ。お前の甘っちょろい思想の果てにあの姿がある。たかだか人間の肉体を破壊するという単純な行為に、友情だの結びつきだの愛だのと上等な料理に蜂蜜をぶちまけるがごとき思想、その心根がいかに勝利を遠ざけ戦いの純正を損なうこととなるか、そこにいる天内を目に焼き付け僕と試合。一度聞いてみたかった。丹波裕次郎が考える闘争に最も必要なものってなんだい。考えたこともねえ。うまい料理を食らうがごとくだ。三成よ、貴様もこうして大会を妨害されたのでは立つ瀬がなかろう。俺からのビッグボーナスだ。君がけ、勝ち上がった9人ガン首揃えてここへ集めろ。本物の戦いというものを見せてやる。王が
とんだ恥かかせてくれたな。女房の前で生きがるのは勝手だが、お友達が集まるまでおとなしく待った方が利口なんじゃねえか。待てるかよ。あんた、勝利者であるあなたが出るまでもない。ここは我々にお任せください。この大会はもはやこのような形で終わらせるものではない。我々では物足りませんかな、ミスターオーガ。負け犬どもが跳ね返りよって。何があったんだ今。早くて全然わからねえ。嫌味がつっかけだ。ボクシングだ。オーガもボクシングの構えで答える。ふざけるな。マクレガーもボクシングで。バカ者どもが。やだ。大会屈指の巨体ロジャー・ハーローをいともたやすく、なんというパワーだ。お前の大好きな柔道だ。待たせたな、ドクター。あんたとやりたかった。こんな連中を何人食らっても腹の足しにもならんが、あんたは別だ。父親のせがれ、バキとの試合を見せてもらって以来の縁だ。そそられてた。どうした？一人じゃ心細いかい？裕次郎、やめい。後がないぜ。急速猫を噛むか。貴様、高所。高所。兄ちゃん、ここは引っ込んでくれ。ミスターオーガ、敗退した者を相手にしてもつまらんだろう。ふん、私がお相手しよう。な、なるほどな。クレハよ、もうお前じゃ逆立ちしても勝てねえ。
たかが1時間余りでカトンボを獅子に変える。勝利とはそうしたものだ。だが交渉よ、貴様の空手ごときで俺の相手が務まるとは図に乗りすぎなんじゃねえか。心配無用。たとえ試合でも兄弟を相手に使えぬ技というのもある。おう、面白え。この男、君の体は試合で傷ついている。この無法者がどこの誰かは知らんが、この場は私に任せてもらいたい。こらこら、抜け駆けはいかんな。君には分からんだろうが、およそ格闘技に生きる者にとってオーガの名は最大のブランドなんだよ。ここにいる全員が対オーガ用スペシャルホールドを使う日を夢見ていた。君だけに美味しい思いをさせられんな。この俺を前に欲の底までほざけたもの、愚か者どもが皆殺しにしてくれるわ。予測もしなかったぜ、こんな場所で銃とはな。この人がおとなしく最後まで観戦する約束なんて守るはずがない。バキに忠告された時からこれしかないと決めていたんじゃ。アフリカなどで大型の猛獣を捕獲する時のやり方、発射式の捕獲網を浴びせ動きを封じ、しかるのちに腕っこきのハンターによって白サイ用の麻酔薬を集中砲火。相手がシロナガスクジラだろうと仕留められるだけの準備をしておった。それにしても見事な暴れっぷりじゃったの。スクジローという超ド級ハリケーンが去り、激闘に次ぐ激闘の2回戦もいよいよファイナル。トリを務めますはこの2人、達人中の達人、渋川豪輝先生と偉大な兄を超えたしのぎ流斬撃空手の一人者、しのぎ豪翔だ。対戦者との体格差は相変わらずの渋川豪輝、一体どういった試合展開になるのでしょう。グラップラーバキ、グラップラーバキ。武器の使用以外全てを認めます。はあ、ですから武器の使用以外は一切の技がですね。ああはいはい、武器ね。いや最近耳が遠くて。ああ試合中の小便はありかな。このところやたらと近くて。あのそれはちょっと。ああそうなの。まったく年取ると体にガタが来ていかんの。渋川豪輝、空手の世界に身を置きながらもこの男の名を幾度耳にしたことか。いわく小さな巨人、いわく近代武道の最高峰、いわく実力ナンバーワン、いわく武の体現者、いわく達人。しか
かし。はい、しのぎさん。どうかよろしくお願いします。とても信じられん。本当に強いのか、あのじいさん。やっぱ信じらんねえな。一回戦も相手が油断しただけじゃねえのか。どうもよ、バキ。正直よくわからないな。けどだったら一度立ち会ってみな。あの人の強さを知りたいんならな。ただし命がけだぜ。よく見て。始め！隙がない。どこから打ち込む？おっと、しのぎ交渉めくるめくフットワークを使い始めた。対する渋川は微動だにしません。さあ、先に仕掛けるのはやはりしのぎ交渉か。わけえな。さすがはしのぎ交渉、このスピードは高齢者にはきついぞ。どういうことだ。背後に回ってもまるで隙がない。まるでこの老人の計画通りに動かされているような。ならばそれに乗ってみるか。マジ飛んだ。消えた。構えた。ダーン！しのぎ交渉、軽々と投げ飛ばされた。さあ来い、若いの。柔道とも戦った、レスリングとも戦った、そして相撲とも。しかし、どれとも違う。強すぎるぞ達人。凡人には理解しがたい技の連発だ。とても無理だな。ドロドロかな、交渉ちゃん。聞いとる聞いとる。いかんな、どれも。これが渋川豪華か。ちょいな。蹴り足が伸びきった瞬間を。ひとたまりもねえぜ、あれじゃ。空手の弱点ってものを知り尽くしてるんだ。油断ならねえじじいだぜ。いい加減にしろや、お若いの。この渋川相手にいつまで敬老精神ぶら下げてるつもりかね。もったいぶらずに灰を見せ。もっと大きいおもちゃ。おっしゃる通りです。いらぬ気遣いをしてしまったようだ。あなたの年齢、その小さな体、すっかり騙されてしまいましたよ。バカ野郎、わしを誰だと思っとる。お主が生まれる何十年も前から達人と呼ばれた男ぞ。わしはお主の兄弟じゃないからの、どんときなさい。では遠慮なく。
キモキリだ。キモキリの構えを取ったしのぎ壊そう。キモキリ破れたり。ユービキリゲンワン、嘘ついたら針千本、ノーマッション。捕まえた。なんてやつだ、自分の左手を。しのぎ交渉強烈な反撃、渋川大きなダメージか。保留殺法、眼底砕き。眼底？眼球とは普通考えられているよりはるかに硬い。その硬さを利して眼球を強烈に打撃することにより眼球奥の薄い膜状の骨、すなわち眼底を破壊し脳を直接損傷たらしめる技である。ですね、そら確かに兄弟には使えねえ技だぜ。さすがの達人もこれじゃ。いや、聞いてない。何？お許しください、渋川郎。んまさか交渉おりゃ。惜しかったな、交渉。だから言っただろう、年取ると体にガタが来るって。こいつはとうの昔に義眼じゃよ。勝負あり。渋川豪樹、しのぎ交渉を破り3回戦進出を決めました。お見事でした、渋川郎。何が見事なもんかよ。せっかくの義眼がぐしゃぐしゃだ。まったくこれだから年取ると。お、そうか、あんたはまだ残っとんじゃのう、バキさん。え、はい。そうかそうか、いや、年は取るもんじゃ。まだまだ楽しみ山積みじゃわい。会えたらええの、決勝で。あ、はい。本当楽しみにしてますよ、達人。お待たせいたしました。ご覧ください、地上最強の2回戦を勝ち上がった地上最強の戦士たちです。いずれも劣らず癖者揃い、誰が優勝しても納得の顔ぶれです。その意味だ。なあバキよ、あ、勝ちを譲っちゃもらえんか。え？君との勝負、私に勝たせてはもらえんかと言っているんだ。